特にまとめはしません。次回につながっていきます。この明治政府は日本をどのような国にしたかったのだろうという課題についてさらに追求していきます。みんなには予習で、家庭学習でこの3つの政策について、調べ学習をしてきてほしいと思います。宿題を一つ出します。今日の宿題には、そのてこの釣り合う、条件についてのヒントが載っています。次回今日の授業で学んだことと、宿題で勉強したこと、その2つを合わせて、じゃあてこはどんな時に釣り合うのかなっていうのを考えていきましょう。前の授業とかで、みんな平等で、平和で豊かな国、今度まとめたの、すごいね、たくさん大事なこといっぱい入ってるからいいんじゃないの。おじいちゃんさ、歴史好きだもんで、この辺聞いてみたら。そうなの。今度電話で聞いてみようか。合ってる？突然ですが、私は家庭教育支援員の鈴木みどりと申します。懇談会などで保護者の皆さんとお話しする機会がありますが、子どもが家で進んで勉強するようになるには親としてどのように関わったらよいのかということがよく話題になります。まずはお子さんのしていることを認めるということがとても大切なんですね。ビデオのお母さんはお子さんの説明をしっかりと聞いてくださり、聞いた後も大事なことが入っているからいいねと認めてくれています。子供は自分の話を聞いてもらったり褒められたりすると自信を持ちますし、やる気も湧いてくるんです。早くやりなさいとせかすのではなくて、今から取り組めば夕飯までには終わるわよと肯定的に話しかけることも大切です。子どもの気持ちに寄り添った声かけや支援をしていくことが、お子さんが安心して学習に取り組むことにつながるんですね。皆さんこんにちは。静岡大学の町武史です。よろしくお願いします。まず今日見せていただいたビデオから考えてみたいと思います。さあ、先ほどのビデオの宿題、今までの宿題と何か違ったのではないでしょうか。何が違うんでしょう。今までの宿題というと、例えば勉強した後、教科書の何ページから何ページをおさらいでやっておきましょう。そんなような宿題が多かったんじゃないでしょうか。それと比べて何が違うのか、それを授業と家庭学習の関係から考えてみたいと思います。今まで学校で、例えば目当てをもとに個で勉強し、共同で勉強し、まとめる、そしてそのまとめを定着させるためにおさらいをする、このような宿題が多く行われてきました。でも今の宿題はちょっと違ったのではないでしょうか。どう違うのか。これはですね、普通に授業をしてまとめた後に課題を出しています。これはただ宿題をおさらいでやりましょうという課題だけではなく、家庭学習でおさらいの他に、例えば次の授業に向けた予習をするという課題も出ています。この結果一体何が起きるのか、この予習をもとに次の授業につなげているわけです。そうすると次の授業で何が起こるのかというと、今まで個別で学習を
課題に対して考えていた時間がここでやられるわけですから、そうなるとここの時間、つまりクラス全体で考えたりグループで考えたりする共同の学び、発展的な学び、この時間が多くなって、ここの時間が充実しているわけです。そして同じようにこれが次の学習につながって、復習予習となるとこれがどん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 つながっていくという学習になります。しかもここで iPad を活用していることで非常に家庭と学校の連携がスムーズに行えるという利点もあります。このような学習を反転学習と言います。反転学習では知識伝達の部分は家庭学習で、そしてそれをもとに授業に臨むことで授業の理解が非常に深まるとされています。他にもいろいろな利点がありまして、すでに授業で、授業の中でどのように、知識を活用するかということを、家庭で勉強しているので授業に対する理解が非常に深まるということ、それから先ほど申し上げたように他者との交流の時間が多くなるので、他者と考えを深める時間を充実できるということ、そしてビデオの中で個別で何度も巻き戻しをして確認をしたり、家庭の他の方の意見を聞いたりする場面がありましたけれども、そのように各自自分のペースで学習を深められるという良さもあります。さあ、反転学習はこのようにいろいろな良さがありますが、ここで大事にしてほしいのが学力とは何かということです。反転学習で目指す学力とは、今まで考えられていた学んだ力としての学力だけではなく、学ぶ力としての学力というものをターゲットにしているところが違うということです。じゃあ学ぶ力とは一体何なのかというと、学習の習慣であるとか効果的な学習方法であるとか、いわゆる学び方を学ぶということです。学び方を学ぶのに、授業以外の場面でもいろいろな学び方を学習することで、一人で学習する経験をいろいろ積むことができます。じゃあ学んでおいでと言っても、その学ぶ力というのは勝手につくものではありません。やはり学ぶ力を学ばせる学習方法があるわけです。家庭学習の習慣化、これを定着させる指導をする、計画をどのように立てるであるとか、どのようにそれをマネージメントするであるとか、それを時間をどのように生み出すか、そのようなことをしっかり身につけさせる指導をしているほど家庭学習の、学習力が高いという研究結果もあります。今回のビデオの中では、学校でもどのように家庭で学習するかという方法を、示していました。そして家庭でもそれに対する言葉かけが行われていました。このように学校と家庭で連携して学び方を学ばせる、そしてこれで自立した学習者を育成する、このような学習のスタイルが掛け合わしで、挑戦している素晴らしい取り組みだと思います。